はい、皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日は皆さんにお知らせがあってこの動画を撮っています。皆さん、7月の15日何しておりますか？はい、7月15日神宮球場の軟式球場にて桑田さんが来られます。はい、去年、大宮憲法というところで桑田真澄さんが、桑田パイレーツというチームで、軟式野球やってましたが、今年も、参加ということで見ることができます。そしてもう一つ、皆さんクロマティさんって知っておりますか？ね、元巨人軍にいましたクロマティ選手っていたんですけど、クロマティさんが監督をやるクロマティエクスポズという、チームが、結成されまして、それは個人参加で、みんな集まってトライアウトを受けて、合格者、23名とかがそのクロマティの下で試合をするというイベントとなっておりまして、クロマティエクスポズも、7月15日に、神宮軟式球場で行われる、草野球の大会に、はい、出場することになっております。はい、でその大会は何ていう大会なのかって気になる方、多いと思うんですけど、まあ、去年同様の MLB ドリームカップというやつです。はい、去年も、自分の動画で桑田さんが出てる動画アップしたと思うんですけど、今年も、それを行いたいと思います。はい、で今回ですけども7月15日は、僕の他に、向こう図のメンバーが何人か、来てくれまして、一緒にカメラで撮影を協力してくれるそうなんで、ちなみにこのシャツを着て、神宮の軟式場をうろうろしてカメラ持ってやってると思うんで、もし見かけた方いましたら声かけてもらえればとてもありがたいです。お願いします。ぜひ写真撮ったりいろいろしましょう。日本一の野球 YouTuber のホイホイのあの方も、その日そのチームが活動されているという情報を小耳に挟んだんで、見学にね来ていただけたらなと思います。はい、ということで今回はその紹介でした。ぜひとも7月15日日曜日、予定が空いてましたら神宮軟式球場に足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、グッドボタンお願いします。本日もありがとうございました。お楽しみに、お楽しみに、お楽しみに。